堂30の田野池里奈です。今日はですね、髪を切りに来ました。だいぶね伸びてきたんですよ。まあ、前髪はちょっと自分で切ったんであんまりわかんないかもしれないですけど、ここら辺のね後ろの毛がもうだいぶ伸びてきちゃったので髪を切りたいと思います。それではリッツラッコ。あ、そう、今日メガネない。どうしたんですか？若返り作戦。若返り作戦。ありがとうございます。っていうか、明けましておめでとうございますって言いそびれたんだけど、後で言うとこ。そうなの？ストーカーとか大丈夫？ほんとそれ、はじめさん、大変なことになってね。そうですね、 YouTube にも計画してたし、ね、そうなんです。 YouTuber さんでストーカー被害にあって警察に行った方とかがいるみたいでニュースになってました。やばい。体験談で話してたんですけど、なんか深夜の2時に疲れそう友達とゲームを夜中やってたら、後ろパッて見たら女の人が急に立ってて、え超怖い。で結局その後警察に通報したみたいなんですけど、怖い。幽霊じゃん。家だけ侵入してるってことでしょ？そうです。中にいたの？中にいたんですけど。中にいたの？ボスみたいな感じだ。そういえば明けましておめでとう。明けましておめでとうね。どうでしたか、昨年度は。テレビも出てたしね。そうなんですよ。すごい。初めて出ました。緊張しますね。やっぱり思いますね。あのおにぎり食べたい。もう全然食べ物ばっかりなんですけど、新潟のバスセンターっていうところがあるんですよ。一応それを持って海に遊びに行くんですけど。魚大丈夫だよ。そんなわけ。何してんだよ。すごい企業秘密カット視聴者さんに人気なんですよ。そうなんだ。これはね、そう、秘密だから見せれないけど、紹介されたのでっていうね。はい、触ってみてください。あ、すごい。だからでしょ。そうそうです。天使の方がね、すごいからね。2個ぐらいちょっとできてるから。2個ぐらい。はい、ということで、ね、こんな感じでふわふわに巻いてもらったんですけど、いかがでしょうか。まあ、またちょっと落ち着いてね、どんな感じになったのかみたいなのも次の動画とかで見てもらえたらいいのかなと思います。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter と Instagram もやってるんで、よかったらフォローしてください。それではバイバーイ。